とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワーのガントレット、これが何に変化するのか見ていきたいと思います。まあ何に変化してもあんまりタワーでは使えないんだけどね。エンチャントはそこまでよくありません。ちなみに4回の報酬ですね。こっからこれだけでいくってなかなかきついけど、まあまあまあ行ってみましょう。まあ、初期装備でいける感じなので多分クリアはできると思うんだよね。クリアはできると思うんだけども、おお、まあまあまあ若干きつそうではある。あ、きついわきついわ。まあまあこのまま、あーもうクリアしていきます。これはなかなかきついかもしれない。でも行く、でもクリアする。よし、 OK。 あっちにいるんかい。まあまあとりあえず序盤は全然いけそうですね。問題はボスかな。まあ、ボスまで行きます。それでは商人来ました。何になる。なんかマウラーズのような気がするんだよな。なんだマウラーズ、やっぱりね。でもこれでクリアしろってか、なかなか厳しいよ。ボス来ました。いやー、うわー、きついだろうな。まあまあとりあえず落とそう。まず落とす。でそれからのことは考えよう。あ、意外といける。意外とノックバック させてるね。ちょっと、よし、ちょっと待って、どこにいるか全然見えない。あー、もう最悪、最悪です。マジかよ。ちょっと待って、ちょっとマジできつい。待て、取らせてくれ、取らせてくれ。いや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 、これついて、これマジかよ。いや、落とすのもね、なかなか難しいよ。これ伸び落とすのきついぞ。ちょっと待って、まず回復しよう、回復しようまず回復しないと無理だ。よし、 OK。 でちょっとこれ、あ、若干押せる押せる押せる。いや押せるけども、よーし、 OK、 いけた。でもこっからよ、こっから雑魚をとりあえず種でなんとか倒す。倒せるなら倒せるね、倒せるね。でもエンダーマンの攻撃一発のもまらったら終わりそう。オッケー、オッケー。でこっからは弓を使ってなんとか倒す。オッケー、いや、いった。オッケーオッケー、いけるいけるいける。ああちょっと待て、いや、いけるよ。よし、オッケー。これクリアできるか。それでは続いて20階のボス。よし、 OK。 マウラーズが109までパワー上がってます。これなら多分いける。109あれば多分いけるはずなんだよね。いや、まあまあそれなりにきつい。いや、きつくはないか。全然いけるわ。 OKOK。 でマウラーズもともと凶暴化入ってるのよね。でさらにこれエンチャントで凶暴化が入ってるのでダブル凶暴化ですね。発動率がまあいつもよりもいいかなっていうところですね。いつもより確か 10% だったでしょ、凶暴化は。やっぱね、 10% の確率で、攻撃速度が上がるんだけども、まあ実質 20%っていうところではないでしょうか。 OK、 これボスまで多分いけると思います。28階まで来ました。若干きつい、
若干きついけども、まあまあ、あの弓を使ってくればいけましたね。序盤がやっぱりきつかったな。マウラーズが120で何がついた？チェーンか。まあまあまあいいでしょう。問題は多分ね、ボス、あ、いや、ボス大丈夫か。イリュージョナーから先に倒していけば、まあ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 いけるでしょう。オッケー、よし、ナイス。これを待ってた。あとはこれ弓打つだけで勝てるからね。力のポーション入ればオッケーです。あとはこれにね、長弾と毒の雲が入ってるのでガシガシ削ってくれます。問題ないね。よし、そこそこ敵を送って、この風使いが鬱陶しいんだけど、まあまあ大丈夫大丈夫。 OK、 さすがにね、手前で出た指は強い。問題なく倒していける。終わりか。よっしゃ、29回おしまい。もう矢はいい。矢はいいです。で、亀の防具取ってもいい。いやいや、いいな、いいな。行きましょう。んで、臆病を3に入れとけばいいかな。OK、行きます。ナイス。 OK、 これ完璧でしょう。完璧倒せる。いくぞ。完璧すぎるでしょ。よし、OK。 はい、今回のガントレットはマウラーズに変化します。で、序盤中盤若干きついです、マウラーズにすると。でもまあクリアはできましたね。報酬を見てみます。まあ3、今回3出やすいのよ。意外と3出やすい。でもこれじゃない、アズールシーカーなんて使ってる人いないでしょ。もうちょっとなんか強くして、火炎フォーカスか雷フォーカスじゃない。雷フォーカスね。はいはい、いりません。まあツインボーにしときましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。